おーい、撮影するぞー。あ、いないじゃん。なんか置いてあるわ。なんだこれ。お前がポンポコってやつか。うわ、音声付きだわ。うちの利息は都合10日で5割。利息？俺はただ貸した金を返してもらう金融屋、お、豆豆ファイナンスの社長、通称闇金豆島くんだ。牛島くんの影響受けすぎたか？どうし何？た？うちに入社したい？したくない。じゃあ今日はお前に豆豆ファイナンスの入社試験を受けてもらう。なんか始まったわ。本家闇金牛島くんでもあった入社試験だ。おお、確か本家では2時間だか3時間以内に3万円を倍の6万円以上にしてこいという試験だった。おお、これは本当にコミックスで読んだ記憶がある。というわけで今日はお前に1万円を与える。おお、そして1マ時間ジ？以内に倍の2万円以上にしてこい。なるほどね。手段は選ばない。ただ犯罪行為とかはやめろ。 YouTuber としてな。ああ。以上だ。そういうゲームか、今日は。そしたら豆豆ファイナンスに入れてやる。お前いるだろ、そこに。手紙以外の文出る人と今。給料いい？うちの利息は10日で5割。とごだ。ただいまー。よくぞ帰ってきたな。あー、どうも牛島くんさん。豆島だ。あ、ごめん、間違えました。間違えるな。まあできましたよ。1時間以内に2万円以上にできたっていうのか。まあでもちょっと時間が足りなくて5000円しか使えなかったんですけど、その正直5000円を数万にしたと言っても過言ではない。マジか。この入社試験、本家のコミックスではその入社希望のやつは本当に金を貸して徐々に徐々に戻っていくな。パチンコ屋に行ってそいつらになんか金を貸して、その利息で倍にできるという見込みを持って帰ってきたんだよ。あー、1時間で。そう。なるほどね。すごい企画だぞこれは。5ヶ月は神回になります。神回。じゃあ今日神回ですよ。いや、ちょっとお前の腕を見せてもらおうか。まずお金を増やす、どこ行こうかなと思いまして。うん、まあ困った時のドンキホーテですよ。まあドンキ行ってもな。はい、ドンキホーテ行ってきました。そうしたらですね、はい、まあやっぱさすがドンキホーテ、いろいろやってましたわ。新年のね、まだ名残がありまして、500円でサイコロが1回振れるんですよ。うん、1か6が出れば福袋がもらえると。しかも1だと福袋が2個もらえると。おお。で、とりあえず全部やってみようと思って、2回分ね。あ、ギャンブルだな。いや、全然ギャンブルで、サイコロね、こう投げる自信あるんですよ。なんだこの瞬間にできるんですよ、そういうことが。おお、ただの賭博師じゃないかお前。そしたらね、はい、サイコロがこういうタイプじゃなくてこういうタイプだったんですね。あ、でかいやつ。そう、お昼の番組みたいな。はい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 。で、まあそれをね、一人でまあ投げてきましたよ。お前、豆豆ファイナンスの入社試験ででかいサイコロを振ってきたのか。振ってきました。そしたらまあ小さいサイコロも大きいサイコロもタヌキの手にかかればね、はい、1が出ましたよ。1出たの？1なんで福袋2個もらったんですね。やば、500円ね。もうカランカランカランってなって、1人なのに。ああ。で、まあもう1投あったんで、はい、まあ、もう1投投げたりましたわ。はい、そしたら1が出たんですね、また。え？2回連続 1？ はい。というわけで福袋は4個もらってきました。やば。で、なんかこれ以上なんでも空気的に厳しくて、でその後宝くじをね、4000円分買いました。なるほどね。はい、それで5000円だ、今使った分だと。あ、そうです。1200円当たりましたね。あ、損してるな。あ損している。あ、まあそれでね、1時間経ちましたが、この福袋の中に間違いなく2万円は超えます。4つもありますから。まあ確かにこの中に2万円以上で。福袋にも当たり外れがありまして、はいはいはい、当たりだと鬼滅の刃のフィギュアが入ってると、だいたい5000円ぐらいネットでしますので。おー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 。だから3つぐらい入ってたら、はい、もう2万円になるよね。なります、なります。はい。あー、これはちょっといい線いってるな。結構いい線いってますね。なんで今から福袋開封していきます。おーすごいな。こちらでーす。でかいな。本当に恥ずかしい。いや、すごいな。ピアこれは恥ずかしいわ。恥ずかしかったよ。これはドンキクオリティだ。でっかいサイコロ投げてドンキで福袋4つ持って帰る女だよ。はい、1袋目はこちらでーす。入ってる入ってる入ってる。ああ、入ってるよ。おい、やばい。あれじゃん、鬼滅の胡蝶しのぶのフィギュア。いいじゃんいいじゃん。しのぶさんだ。当たりじゃん。よし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 。これいくらいくら調べよう。値段値段。おいおい、すごい急にテンション上がってんな。今日だって試験だろ、これ合格したらマジ。メルカリで2000円ぐらいでしたね。おー、なるほど。あとは、はい、キティちゃんのアイマスクとかですね。ちょっといらないな。マイディアンキー感強すぎるかな。ちゃんと忍者だからさ、高価値だからね。やばー。はい、続いて、はい、お、鬼滅グッズ。いや、ちょっと鬼滅じゃないね、これ。あれだね、鬼滅警察発動してるピンアツくん。炭治郎の耳飾り。髪飾りのバスタオルだね、これ。公式だね、完全に。鬼退治バスタオル。嘘だろ。おい、やばい、今日合格だわ。何ですかそれ。100万円。100万円って書いてあるけ
100万円モチーフワイヤレスイヤホン。やばいね。やっば。本当にやばいわ。やば。本当にやばい。誰が使うのこの。誰が使うの。誰が使いたがんの。これワイヤレスなんだもんね。すご。まあ部屋で使うか。いやポンポコさんちょっとやめなこんな使うの。受け入れるなってこれを。これやばいな。なんだろうこのキャラ。知らないな。知ってる。なんて書いてある。ハイド。ラルクの。ラルクの。あでもそうだっぽいわ。ラルクのハイド。これでも高い可能性あるよめっちゃ。あそうだね、ちょっと調べよう。そうだね。てか鬼退治バスタールもなめてるみたい。ちょメルカリ調べるわ。鬼退治めっちゃ出てるわ。鬼退治パーカー、鬼退治ブラキ、マジかよ。鬼退治財布やば。おいおいおい、いい値段すんぞ。そう1個1000円ぐらいだわ。ハイドはね1個1500円ぐらい。おお。やば。ちょっとドンキで買った福袋のメルカリで値段を調べるっていうなんかクソみたいな行為してるな。ダメかな。いやいいと思うよ。いやそういうもんだから。豆ファイナンスはクソみたいな会社じゃん。やっぱちゃんとお金の計算していかないと。やばいね。はい、3袋目はこんな感じですね。なあーすごい。あ、鬼滅グッズね。徹底して本物の鬼滅が入っていない。そうだ、これもうまた公式じゃないのか。財布だね。信じられねえ。あ、財布だ。財布やばすぎない。やばすぎるね。ねずこの財布。ねずこじゃないよこれ。メツだから。メツの財布でやるよ。なんだよメツの財布って。ポンポさん財布ちょっとなくしてるから使えないよこのねずこ。やばいでしょ。あ、のれんだわこれ。炭治郎の羽織柄の。やばこれ財布で出しられていいやつか。財布は作りはいい感じだから。おいおいおい、いい値段するわ。え、市松柄ってだけで今こんなことなんだね。そうなの。2000円。マジ、うん、売れてんの。2000円で売れてる。売れてる全然。あのねずこモチーフのこの財布は、うん1500円ぐらいで売れてないから。ちょ、このステンレスボトル開けよう。鬼って書いてるわ。もうこれも多分ちょっと鬼って書きゃええと思ってんだ。めちゃくちゃだな。全く関係ないの。あーすごい。いやいやいや、柄よ。口の竹じゃん。加えてるだけだ。いやでもちょうどいいかも。梅昆布茶をあの作業しながら飲むのにジャストだね。いや梅昆布茶の粉末入れるケースじゃん。ちゃんとでもちゃんとしてるわ。箱とこのボトル合わせたら鬼滅って書いてるわ。作詞すぎるだろ。いろんないろんなあの手この手で。いろんな手を使って。4袋目。はい。はい、ハイド。ちょっとハイド。これ1500円の価値ある。価値あるから価値、うん。ハイドさん。うん、少ない。外袋が大きすぎるやろ。本当な。あとしんちゃんの靴下。あ、ひまわり。おー。あー。時流行ったやつやん。なんか光るおしゃれなこうなんか中二病みたいな充電器。ワイヤレス充電器欲しかったわ。おお。ラッキーラッキー。いいね。これええやん。マジックスマートフォンチャージャー王国編ね。あーダメ。出してるするけど売れてないね。ハズレだったなこの袋。あー残念。こちら福袋4つで、はい、11,000円の見込みです。あー待って待って、11,000円の見込みでしょ。はい、で5,000円余ってるのポケットに。じゃあ16,000円だね。あっ、宝くじは1500円。あってことは16,500円。不合格。あー増えてる。え、増えてる。待って、増えたな。増えてね。増えてるやん。えって1万円だったでしょ元で。見込みな。やばいやばいやばい。え、成功したじゃん。あ、惜しいな。でも不合格か。いや2万円じゃないといけないから。不合格か。不合格です。豆ファイナンスには入れません。豆ファイナンスって何なんだ。いやちょっと無駄な、ちょっといらないものが増えましたね。いやちょっと増えたけど、はい、鬼滅って今ほんと喜ぶから子供が。はいはい。定期的に上げていこう。ちょっと上げていこう。近所の子が来るために鬼滅ののれん欲しいかって言って上げていこう。全部上げよう寄付。豆ファイナンスに入れないけど。やっぱこう寄付していって社会に貢献してください。嬉しいわ。なんか大成功って感じで。2時間あったら、あと2時間あったらあと、うん、あとね5000円であのオンラインカジノしてやりたかったね。あオンラインカジノ5000円かけてたらそれが倍になって。やばい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 やつだ。はい、というわけで今日見てくれてありがとうね。マットシトンじゃね、バイバーイ。バイバイナッツ。金は命より重い。おお、これカイジのセリフだわ。やば。